こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、エンディングの処理いろいろということでですね、まあセッション行って、イントロはなんかうまく入れなかったとしても、まあ途中でうにょっと入ったとして、エンディングさえなんとか決まれば、なんとかなるって感じがすると思いませんか？なのでエンディングですね。このエンディングの処理っていうのをやっていきたいと思います。ではですね、歌物は最後の段が251だと逆順に行く場合がある。これちょっとこの間お話ししたんですけど、最後3回繰り返しのものとかもあったりするんですが、最後ブレイクするんですね。ブレイクした後の定番のフレーズの8つを覚えていくんですが、まあそれの処理の仕方と、考え方っていうのをやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。まず逆順っていう話ですね。これ前もお話ししましたが、ドレミファソラシドに対して、ド、もうドレミファソラシド同じ音程ですね。僕絶対音感ない。ド、ドレミファソラシドってあったと、まぁ、ちょっと、声が出ないね。ド、レ、ソになってるんですね。で、レドシラソ、ソファミレドという形で、こう、5度ずつ降りてくるっていうのがすごい綺麗な、和音的に綺麗な流れになる。これ251っていうんですね。クラシックだと4度、5度、1度になるんですけど、ジャズの場合はこの4度の構成とほとんど一緒の、要は、レファラード、ファラードはもう4度なんで、なので、まあ、それの変形で考えるんですね。で、ルートの動きが、レドシラソ、ソファミレドってなると。で、レドシラソ、ソファミレド、で、ここにラを入れると、ラ、ソファミレ、レドシラソ、ソファミレドみたいな。で、C の、ここを、ですね、代理コードの E マイナーですと、ミファ、ミレドシラ、ラソファミレ、レドシラソみたいなね、2516、2536みたいな動きになるんですけど、こういう数字の。で、これがこう、本当だったらこっちからスタートするんですけど、ここからスタートするので、ひっくり返った、この前半と後半がひっくり返ったみたいな形になるので、これを逆順という、循環の逆というふうに言います。だから、こっちに逆行していくんじゃなくて、半分ひっくり返ったって形になる。これを逆順と言います。そうすると、この間もお話ししたんですけど、メロディーが最後、ここ、ルートに、こう、ドになると終わった感じがするんですけど、ここ、ソで歌うと、まだずっと続くみたいな感じがするんで、で、あ、ドになるって感じをさせると、ここでブレイクする。ブレイクした後に、今日は8つの定番フレーズをご用意したので、それをやりますね。で、最後繰り返すとこも、ここら辺を繰り返したりとか、2525を繰り返したりとか、こう、この逆順に行って繰り返して、メロディを3回繰り返したりする場合がありますね。というわけで、そしたらブレイクした後の処理のことを、1番から、8番までやっていきたいと思います。はい、これ。たたたたたららら、じゃーんのとこですね。なので、ここをブレイクするんですが、これですね、全員表で終わってます。うっかーがって終わる。あえてドラマ裏に終わります。わざと裏で終わりました。つまりこう、4裏か1表で終わるんですね。で、4裏の方が、こう、要はまだ、完全にこう、エンディングに向かうぞって感じがして。で、ここに終わるって感じなんですが、表で終わると一旦止まって、最後付け出しって感じなんですね。進行感が強いのが4裏になります。で、そしてわざと4裏にしたけど、全然大丈夫な感じが。ちょっとゆるっとしてるんですけど、でも大丈夫な感じを見る。ちょっと伸ばすというかね、ダーツダチャーって伸ばして。で、ダララララとか。タトロロっていうね、伸びた音を入れて作ってみました。この、まあ、セクションのやり方、最初と最後だけ当たってればいいっていうのは僕のセクションマニュアルっていうのがですね、一応、詳細欄にも書いておきましたけど、タトロロ、ジャーン、ね、この合わせ方、定番の合わせ方がどういうふうに分解するかっていう考え方は、その教材に載ってます。じゃあ、聞いてみましょう。2番目ですね。これは、ベーシー、うっかっかっかつかどん。これベーシーフレーズって言われてるフレーズですが。ここも最後エンディングのところは、これがですね、ベースが1で終わってるのギター4裏で終わってるんですよ。なので僕はギターの4裏の方に、で、ベースがはみ出した感じはするけど、これでも大丈夫っていうのを感じていただきたい。要は、4裏であるか1表である。揃えば揃ったでいいけど、ずれてもそんなに大したことはないので、そこはあまり細かく考えないでですね。プロでもバラバラになることしょっちゅうあるので、
そこはあんまり細かいことは見てない。要は内容なので、どういうふうにアドリブをして、どういうふうに心が震えたかの方が大事なので。で、最後は、うかかたつたのとこ、たどどどのとこいうふうにしました。これも同じフレーズだって僕は考えてるので、でここに着地します。聞いてみましょう。はい、それでは3つ目ですね。うかがかがかがじゃじゃーなので、た、じゃじゃーだけ合わせます。で、途中で気づいたら、うただ、た、このたたんたたん、ここら辺途中で合わせてもいいし、リハでやってたらもうそのまま全部、タムとかで合わせていっても全然構わないですね。で、これはみんな4うなで割ってるので、4うなで合わせてみました。行ってみましょう。ここですね。ダララララララダブダダ。このタドルルのとこをやっぱ合わせるんですが、このフレーズはタダダって弾いたので、ダラララタダダダなので、ここタラララをタタタドと。僕のあのタームの2で受けてみました。で、タラララをタドットと、最初と最後が当たってればいいということで、こういう受け方をしてみました。で、みんな4裏で止まってるけど、あえてダダンで1で表でやってみました。それでは聞いてみましょう。はい、これはですね、ブレイクした後どうすんのって感じになるやつですね。ハイタム、フロアタム、スニアとハイハット、ね、タとジャンみたいにして止まりました。そしたら、えってなったぐらいちょっとあがいて、ダラダダダ、これマイルスのフレーズですね。そうすると、この C7 のところだけ合わせるんですが、かなり溜めるので、フレーズを聞いてください。なので、パッてやって、よくあるんですが、これやって誰も埋めないから、これドラムが埋めて、エンディングみたいな。そうすると、ダーバダーダ、ダーラララ、ジャンってやることもあるんですが、まあ、その手前にこの、ダーラーダって聞こえると、ダーダーのここを合わせてくださいね。では、聞いてみましょう。はい。ブレイクアウトした定番の、これが、タラララーって夢なんですけど、ダンツー、で、タートとタ、これも下ってきて、スニア、ハイタム、フロアタム、この、さっきのこの、ここをスニアにしただけですね。なので、この裏側の音がなくなってます。こういう処理をしてます。で、ここ、タラララーなど、慌てて一音表を合わせなきゃいけないんだけど、わざとこう、失敗してみました。タラララー、じゃーんって、もう、その後に、すぐこう、適当に思い切り叩けばいいですね。ドラムって、まあ、パワーがあるんで、みんなが終わったところよりも最後にタラドロン、ジャーンって入れちゃえば、こういうところのもっと後ろに入れちゃってもいいんですけど、とにかく最後はドラムが終わらせるくらいの気持ちでやっていけばいいかな。失敗しても全然大丈夫なんですよっていうことをやってみました。では聞いてみましょう。まあ、ブレイクした後の定番ですね。ここ、ワン、ツー。これはもう、いきなり突然止まる形に、ワン、ツッタ、カッチャッツ、ジャーンなので、これは4裏ですね。やっぱ、1拍半で流れていくというのが多いんですね。だから、ここ、ちょうど、9分も入れると1拍半でしょ ?1 拍半で1拍半っていう流れが多いので、そうすると、ここに、なんか向かう感じがするんですね。これもなんか、雰囲気だ。これも外したと、歌ったツタ、ダラドロン、ジャーンってやるとみんな合わせてくれるんで、こういう風にしても大丈夫です。やってみ、聞いてみましょう。
はい、これもすごい天場で、ダバララダラダダラダダラダジャッジャーってことですね。これ全部こうダバラ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 ダダラダで全部裏4裏にする、2裏4裏にする人もいます。ただまあこれ定番はまあ3表4裏かなっていう形なので、でこれこれ本当はここも食うんですね。なので4裏で止まったら、あ、始まっちゃったってことでここから入ってます。ダバダ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 ダジャンツチャー合わせてみました。これはですね、まあピアノが結構強引に引っ張るみたいな感じなんですね。でフレーズ的にこれをやってる時にベースが打ったダッツッターってやろうと思ったとしても、これが始まっちゃったら全部こっちに合わせる。これ一番長いフレーズなんで、長いフレーズはみんなで長い、一番最後終わる差が、まあ誰かがもう強引に引っ張るしかないんでっていう風な形ですね。このフレーズもよく覚え、よく出てくるので覚えて、途中から入っても全然平気なので一回伸ばしてね。でこれをここもシンコペーションして、ここもシンコペーションしても、まあなんとかなります。というわけで聞いてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。まあ、この8つぐらい覚えておくと結構対応できるんじゃないかな。あとマイナーのやつとかボサノバのやつとか三拍子のやつとかいろいろ作ってるんですけど、それあの黒本に対照表にして教材にしちゃおうかなとは思ってるんですね。みんな必体みたいなね。もうこれ覚えとけばもう全然平気みたいな感じ。なあ、そうするとみんな悩み減るでしょうね。ということでね、ぜひ皆さんのこうお役に立てたいということです。まあ、すごい作業量なんで、まあこれはちょっと教材にさせていただきたいなと思いますが、ぜひ楽しみにお待ちください。今年中には絶対作ってみせようかなと思っております。ドラムだけじゃなくて、ピアノもベースもギターも、それぞれ、まあ、いろんな楽器全員対応できるような書き方をしようかなとは思っております。まあ、とはいえ、演奏はですね、最後はですね、ドラムが終わらせる気持ち。全員が終わってても、伸びたくん、じゃーんってやれば、みんな合わせてくれるんで。それをやらずに、こう、あーって感じになると失敗した感じになりますね。なので失敗した感じじゃなくて、ドラムがもう俺の方についてこいっていう感じ。一番音がでかい楽器なんで、最後締めてしまう。ドラムがバシャバシャバシャダラドロンってやればね、そういうのはあのブレーキとかエルヴィンよくやってるんで、それぐらいの気持ちでやりましょうということでございました。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。